先月独身の友達とハワイ旅行した。義母とは、一緒に某教室に通っているので、旅行のことが話した。そしたら、お土産リクエストをされて、お選別をいただいた。要は買い物代行。義実家は同地内で、結婚以来毎年大晦日から元旦にかけて一泊しており、今年もその予定だったので、お土産を渡すのはその時でいいと言われていた。なので、いつも通り大晦日に、家族で義実家に行って、リクエストのあった買い物代行分と私からのお土産を義母に渡し、義兄夫婦遠方住みも今回は帰省するのが分かっていたので、義兄夫婦にも買ってきたお土産を渡した。そこで、義兄嫁が、家庭を持った女性が、友達と、ふらふら、海外旅行なんて神経疑うって難癖つけてきた。実は、その旅行ってのは夫からのプレゼントだったのね。結婚以来、子供二人育てながら正社員で働いてきたんだけど、3年前に退職した。退職したのは、義父が急死して、義母が体調を崩し、なおかつ精神的に不安定になったから。義父母は、とても仲が良かったから、ショックが大きかったみたい。もともと、私と義母との関係も良かったので、私が、早くに母親を亡くしたせいかも、自然とそうなった。しばらく、我が家で引き取り同居して、回復してからは、義父との思い出がある義実家に戻り一人暮らししてる。その後、子供たちも大学に進学して、夫婦二人暮らしになってたんだが、夫も知ってる私の親友から、旅行のお誘いがあって、行ってもいいかと聞いたら、旅行代金をプレゼントしてくれたわけ。だから、家庭をほったらかして、ふらふら行ったわけじゃないですよ。夫からのプレゼントでしたって言ったら、義兄も、プレゼントの意味を察したみたいで、義舞ちゃん、私には、世話になったもんだ。前もって知ってたら、俺からもお選別渡したんだけどごめんって、なんか謝ってきた。その言葉に、義兄嫁がキーン。となって、当てつけの土産なんかいらないとか、旦那に大事にされてる自慢とかバカみたいとか、なんか、急にむちゃくちゃ言われた。義兄が、いい加減にせんか。って、義兄嫁を、ヘッドロック、みたいな感じで確保したまま連れ出して、2時間ぐらい経って、一人で帰ってきた。と、県内の義兄嫁実家に放り込んできたらしい。義兄嫁が、私との格差と言っていいのかどうかわからないけど、にイラついてることは前から気づいてた。家計を義兄に握られて、自由になるお金が少ない義兄嫁に比べて、私は、ほんの3年前まで働いていたので、結婚前の預金も含めて、それなりに自由になるお金はあるし、家族仲も良い。義兄嫁は、専業主婦時代にパチスロにはまって、勝手に貯金を崩しまくり、その上借金をこさえた。義兄は離婚を望んだが、義兄嫁の両親に頭を下げられて、義兄が肩代わりした借金をパートに出て返していくことと、今後家計は、義兄が管理することを条件に再構築することになったけど、誰の目にも夫婦仲は冷えてる風だった。義兄嫁は、ただひたすら自立できなくて、義兄にしがみついてるように見えたし、義兄は、義兄で、不毛な夫婦生活に疲れて、実は、ここ半年ほど、夫に、離婚の相談をしていたようだ。義兄嫁も、相当ストレス溜まってたんだろうとは思うけど、もともとが自業自得な話だし、私に対して悲願で当たられても。結局、その後、義兄は、義兄嫁の実家に行って、向こうのご両親の前で、再度離婚の意思を伝えたんだそう。新年、早々ごたごたと鬱陶しかったけど、このまま義兄が望む通りになりますように。